観察院付近の第9線起点起点看板第9線、または東部幹線は台北市から平東県に至る台湾省道、東海岸を縦管する台湾で第2の重要な道路であり、西海岸側を縦管する第1線とともに台湾本島の環状路線を形成している。第9線には計画中のものを含めて交通平常簿の5つの支線がある。 1> 第1戦と第3戦、第1高線や第5戦の起点でもある、行政委員庁舎前の台湾航路原点を起点に、台北市内を南下、市内では中山南路第32代、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトの、なお関したら各袋という道路名が付与されており、キラ県カシ鎮2条までは北よろし航路と言われている。また、 ギ蘭県総鎮白米橋から、可憐県可憐市に至る区間は、総花高路、可憐市から、台東県台東市バランザトに至る区間は花、東立谷を貫く花東高路、そこから平東県宝山号楓エ港に至る区間は、南海高路という別名がある。終点の平東県宝山号で、第1線と再合流し、第26線と接続する。大部分が、 台湾本島を一周する自転車道、関島1号線に組み込まれており、山間部の素花航路や南海航路以外では二輪車レーンも十分に確保された広い道でサイクリングが可能。台北市の中山南道と落下区副交差点にある標識。両方とも第9線に属する。背景の建築物は、 国家喜劇院現在交通部航路総局が、ソハナ航路改善計画を進行中。航路総局が南海航路改善計画を進行中。第9航線は、日田市、新三瀬区青丹とカラスライク高吉を結ぶ未開通の市線。日田横航路という仮称で、新三瀬区青丹から、ギラン県ギラン市街を結ぶ計画の一部だったが、ギラン県内は、 第七朝鮮と重複するため、日北市内1 9 9 6 4トルのみの、通称、新カラス航路に改められて計画が進行中。第九お線は、台東県避難合品、秋田村太平から、南は台東市豊田里を結ぶ、全長3 4 0 7トルの支線。本線が市街地を、 津の字に大きく遠回りしているために設けられたバイパス第9平線は、カレン県カレン市から吉安里、座と林郷を経て、ことぶきとよさとに至る全長 22.803km の支線。異魚丹のあぜを通る。以前は、ここが本線だったが、吉安里とことぶきとよさ間の直線化とも後継にかかる橋を新設したことで、急線部分が、 支線に格下げされたことでできた。第九朝鮮は、ギラン県総王鎮から南沖号を経て、可憐県修林豪大清水に至る全長6 9 0 7 4トルの市線。蘇花航路改善計画で、新船開通後に現在のルートが支線に格下げされる。第九母線は、台東県、立人郷安1日村と、 平東が試験時死亡層保村を結ぶ、ことぶき峠区間を含む、全長 16.151km の支線。現代急線南海航路の改良事業で、新線開通後に支線に格下げされた、北よ高速航路。ありがとうございます。